はい、今回は西村康稔経済担当大臣でございます。例の感染症が流行った際にはですね、どこでもマスクをしてくださいと。家の中でもマスク、家の外でもマスク、寝る時でもマスク、こんなことを言ってたような気がしますし、まあ夜のね、飲み会とか食事会は控えてください、昼も控えてください、永遠に控えてくださいっていうね、まあ、何もかもできなくしちゃったというふうなね、功績を残してらっしゃいます。そして昨今はですね、まあ高騰する電気代対策に対してもう本当にね、これはこれ以上のことはないだろうと一撃を言ってくださいました。それはですね、電気代対策としてこまめに電気を消してください、そして寒い場合は重ね着をしてください。これ公共の電波で言うほどのことなんでしょうかね。西村経済担当大臣、他に知恵はないんでしょうか。一連の発言に業を煮やして7人いる秘書全員が一斉に退職してしまいました。これは一体、転職がねなかなか難しい時期なんですけども、それを押してでもこの人のそばにはいたくないというね、まあそういった気持ちが感じられます。おそらく仕事から帰ってきた時にその秘書の皆さんはね、家族に対して非常に罰の悪い思いをしたんでしょうね。いやー、西村経済担当大臣、奥さんやお子さんたちはどうしてるんでしょうか。元気でしょうか。こんなお父さんが家に帰ってきてあの顔で、節電対策のためにこまめに電気消そうね、重ね着をしようね、昼も夜もご飯は外では食べないようにしましょうね、というふうに言ってるんでしょうかね。どうでしょうか。お疲れ様です。